広島の先発は阪神戦4勝負けなしのチェコ。一方、対広島4勝14敗と大きく負け越している阪神の先発は隔離だ。広島は初回、ワンアウト1塁3塁のチャンスにバッターは4番江藤。サードゴロを2塁送球の間に正田がホームを踏んでまず先制点を挙げる。阪神は4回、ノーアウト1、2塁のチャンスを迎えます。バッターは5番クールボー。2塁ランナーグレンも3塁で刺されて最悪。1回から飛ばし好投を続ける広島チェコの前にどうしても点を奪えません。一方、阪神隔離も2回以降素晴らしいピッチング。8回ツーアウト1、3塁のピンチも4番江藤をライトフライに抑えます。阪神は9回もヒットの檜山を返せずゲームセット。好投の隔離を見殺しにしてチェコに12勝目を献上。広島は3安打で6連勝です。地に足のついた6連勝でヤクルトに急接近の広島。今日も山内でがっちり行きたいところですが、4回2つのフォアボールを出しツーアウト2塁1塁のピンチ。そこで5番クールボーにフォークボールを左中間スタンドへ運ばれます。弾丸ライナーの14号スリーランで広島は13試合ぶりに先制点を許しました。しかし5回、広島もフォアボールからワンアウト2塁1塁のチャンス。前の2打席で大ブレーキとなった4番江藤の打球は今度はクールボーに助けられる形で1点を返します。それでも今日ばかりは流れを引き寄せることができません。終盤の7回、江藤のトンネルで傷口を広げワンアウト満塁から木戸のファーストゴロの間にまず1点。続く代打鮎川にもあっさりとレフト前へタイムリーを喫して4点のリードをつけられました。8回になんとか山田のソロホームランで1点を返し反撃ムードに乗りたい広島でしたが、古溝投入の阪神に結局逃げ切られ待望の首位奪取はなりませんでした。手方をした広島、三村監督は走っている電車を自分たちの手で止めてしまったようなもんだというふうに評しました。ビッグレッドマシン、今日またスタートを切ることができるんでしょうか。カープ先発は8月に入って初めての登板、大野です。その立ち上がり、思わぬアクシデントが大野を襲いました。ワンアウトから関川のピッチャー返しが大野の左太ももを襲いました。ヒヤッとしたんですが、この後クールボーを打ち取ってグレムを打ち取って無得点。1回の表、大野はまずもちろん立ち上がり、さあ3回のカープですが、2アウトからここに3試合ブレイクだった江藤が2球から5球目レッドスタンドに入る今シーズン22号のソロホームラン。広島は1点の先制です。さあビッグレッドマシン、スタートを切ったのは5回です。ヒットのランナー正田を置いて3番の音ライト線に入るツーベース。ノーアウトランナー2塁3塁、江藤フォアボールでノーアウト満塁。バッターボックスには5番の金本を迎えました。さあこの金本なんですが、初球からスライダーフルスイング、ライトスタンドに入る今シーズン第23号は満塁ホームラン。5回に4点残って5対0。そしてカープは8回にも金本の今日2本目のホームランでスリーランで8点目を取りました。あとは大野5年ぶりの完封なるかなんですが、9回ランナーを2人置いてグレンが 6-4-3 のダブルプレー。最後のバッター塩谷も空振りの三振。最後までストレートは140キロ台後半を記録しました。大野見事完封勝利です。金本君の2回ワンアウト2、3塁でバッター元木の場面、ピッチャーの出したサインはなんとスクイズが気づいたか、たまたまか、阪神先発川尻にゴール球を投げた、元木バットに当てる、しかしファーストグレンのところにしまった、ミスター、取れない、あっと驚きの300発で幕開けとなったこの一戦。マックの全10日の負傷によりセンターに入った後藤のファインプレー。そして実に広沢が5年ぶりとなるスタメンサードで盛り立てる巨人先発は今日の主役川原純一です。4回ノーアウト2、3塁の今日初めてのピンチもこの見事な牽制、タッチアウトで切り抜けると、目下阪神戦2試合連続完封、18イニング無失点の実績通り完全に虎打線を手玉に取って今夜も6回までゼロの山を築いていきます。その川原の援護は7回、後藤が4号ホームランを右中間スタンドに放てば、こちら4番落合も8回5試合連続打点となる15号ホームランをレフトスタンドへ放ち3対0。この3点をもらった川原は最終回もスイスイ、終わってみれば巨人ルーキーとしては初、同一カード3連続完封の離れ技を達成、長嶋巨人快勝です。プレー、なんでもない平凡なパワープレーをグレン、まさかの落球と、なんともおとまつな新プレーが飛び出したこの一戦ですが、阪神1点リードで迎えた6回、そのグレンが巨人先発斉藤からおめえ返上のタイムリーを左中間に放つと、代打の長嶋にもタイムリーが飛び出し4対0。
目下7連勝中のエース斉藤が6回途中でまさかのノックアウトと苦しい展開となった巨人。ところがそんな巨人に運が味方してくれたのか、その裏落合のこの辺りを高波がこれまた落球、ノーアウト2、3塁と願ってもらい、ビッグチャンス到来にもかかわらず2年ぶりスタメンの吉岡の犠牲フライの1点だけ。逆に阪神は7回藤野今シーズン初ホームランが飛び出し再び4点差です。しかしし巨人はこの裏スタメンを外れた広沢が代打で登場しツーベースヒットで出塁すると、これをきっかけにワンアウト満塁の大チャンスを作り、ああクリーンナップです。3番松井、しかしファーストゴロでホーム、フォースアウト。ここで藤田監督代行、鈴木バッターが右の落合にも伝わらず、サウスポーのストッパークリムゾを投入し、夏男落合との勝負。さあ初球はストレート、2球目のストレートも強気の阪神バッテリー、カウントフルストライクノーボール。さあ1球外してくるのか、それとも3球勝負か、ズバッとストレート見逃しの三振、落合手が出ません。この大チャンスを逃した巨人、極めつきは8回ノーアウト2塁でこの吉岡の完全なレフトオーバーの当たりを杉山超ファインプレー、さらにセカンドもフォースアウトのミラクルプレーで完全に息の根を止められた長妻巨人、痛いなんてもんなら痛いっぱいです。もう負けられない、今シーズン何度となく聞いたこのセリフ。それでもなぜか崖っぷちに強い巨人は今日も3回阪神猪俣からノーアウト2塁1塁のチャンスをつかみ、バッターは牧原。しかし送ることすらできずキャッチャーファールフライ、後続も倒れて巨人絶好の先制チャンスを逃します。さらに5回にも2塁1塁の場面で再び牧原、ここでも初球のストライクにバットを引くと3球目もファールチップ、バント一つできない牧原に苛立ちを覚えるミスター。そして問題の4球目、中西痛恨のデッドボール、当たった牧原も痛いがそれ以上に痛い阪神、結局これでフルベースとなり長嶋監督ここで代打後藤を送ります。後藤は見事期待に応えライト前へタイムリーヒット、1対0と均衡を破った巨人、これで勢いづいたか運も味方につけ、続く福王のセカンドゴロを鮎川、いただき物の2点目を挙げると、さらに不振の続く松井にもタイムリーが飛び出し4対0、手元が狂った牧原への1球、これが試合の流れを大きく変えました。手元が狂ったといえばこの後の阪神3人目太田が吉岡そして村田にぶつけたかと思えば、今度はグレンの手元まで狂って村田にラフプレー、そして手元ならぬ足元が狂ったのは後藤、このプレーで右足首を捻挫し退場、火曜からの広島ヤクルト6連戦に大きな痛手となりそうです。試合は牧原が10の三振を奪う力投で完封、今日も土俵際で踏ん張った巨人、徳俵に足をかけたまま広島へ向かいます。